こんにちは、ナムです。パワープロプリやっていきます。今回はパワープロ界最高投手誕生、ぶっ壊れ投手を作るコツとはやっていきたいと思います。アイラ、少年闇の一歩、守る、忍さん、そしてルミナと、この構成でやっていきたいと思います。で、今回は千丸でマックスパワードリンクと招き猫を持ち込みですね。ということでですね、皆さん、最強投手、なんとか爆誕させられました。ただ、今、後付けしている時間での話なので、もしかしたら、この動画が上がっている頃に、違う選手が最強になっているかもしれません。その際は、申し訳ございません、というところで、まあ、いろんな、こう、エビル強化投手で強い投手を作るためのコツ、まあ、僕が意識していること、あとは、新たにね、こう、知識として皆さんに、お伝えできるようなことをたくさん話していきますので、動画少し長くなるかもしれませんが、ぜひ最後まで見ていっていただければ嬉しいです。極力僕も得点振りとか、まあ、いろんなところで削減できるところ、カットできるところはしてきて、コンパクトにまとめては来たので、まあ、そのあたりで皆さんとやっていければいいかなっていうふうに思います。で、まず、セクション1からの話をしていくんですけど、まあ、結構意識しなきゃいけないのが、この緑色のマークがついている、ソウルエーテルがついている練習ですね。ここに関しては、ソウルジェールに入れるキャラクター、まあ、選手たちですね。必ず経験点種別が2種類以上になることを意識して、そして吸い出しをかけていくのがいいのかなっていうふうに思います。今とかだとクロエが1人でスタミナいたんですけど、ああいう感じで取ってしまうと、せっかくエーテルついてる練習での経験点が減ってしまうんで、まあ、そのあたりは結構意識が必要かなというふうに思ってます。で、皆さんから、エーテルって何ですかとか、ファントムって何ですかっていうご質問もたくさんあったので、そのあたりも、用語解説しながらやっていきたいと思います。とりあえずエーテルっていうのは右下についている緑のマークのものというふうに思えていただければ間違いないと思います。で、まあ、そこの意識をしつつ、あとは、この今左上になっているターゲットというところですね。まあ、どの方向を吸い出していくか中心的にっていうところをお伝えするんですけど、正直、闘争学園以外はそこまで意識はしなくていいのかなというふうに思います。まあ、おすすめとしては、マントル辺境高校とか、早めに取れるんだったら、黒金商業高校とかはあったりするんですけど、まあ、それよりかは、こういう人数が一気に取れるやつですね、を取ってった方が、まあ、圧倒的に効率が良くなるので、その方が重要なんじゃないかなっていうのと、あとは経験点種別が分かれている。まあ、今のは筋力が2つついていて、種別がね、結局2種類ってなっちゃってるんで、これ以外でも他の経験点種別があれば、結構検討していくっていう形にはなりますね。まあ、3人は本当に、ああいう種別が重なっていると、逆に非効率だったりします。というのも、まあ、3人今、こう固定をしてはいるんですけど、そうすると残り1人、まあ、その手垢がついた高校ですねっていうのは優先的に練習に出てきやすくなるんで、残り1人が必ず前に出てくると。で、1人出てきた時にそれを吸い出しても1回の練習で1種類しか吸い出せないんで非効率なんですよ。だったら 2-2 で分けて経験点吸った方が、いろんな種別のね、その方が最終的な経験点は伸びるんじゃないかなって感じです。この黒金の宝塚のところですね。まあ、こんな感じで、まあ、一種類しか吸えなくなるんで、そのあたりは意識しておくと、結構最終的な経験点は変わるんじゃないかなと、個人的には思っていたりはします。で、なので、まあ、闘争学園は、二次得に関わる金得をもらえるものなので必ず取得するとして、他は正直流れでいいかなっていうところではありますね。あとは、ま、体力の維持が一番序盤はかなり辛いので、例えば、ま、メンタルの練習でそこそこ、ま、二人固定できてそこそことかだったら、そっちを優先するとかね。なんか本当にいろんなことを考えながら立ち回る必要はあるかなというふうに思ってます。で、今はソウルファントムが変化球のところに来てくれましたね。で、ちなみにソウルファントムっていうのは、あの、幽霊みたいなやつが、ボーって出てきて、で、あの、タックにね、人を吸い寄せてくれるっていう効果があったりします。で、このファントムの使い方が、ここめっちゃ大事です。今僕が言いたいこと。ファントムの使い方が大事で、今、ファントムの練習を踏んだじゃないですか。で、ファントムの練習を踏むと、そこの練習に、
ソウルエーテルがついてなかったらソウルエーテルがつくっていうところがあるんですね。初心者の方向けの話ですけど。で、そこのエーテルがついているときにファントム踏むと、まあ、エーテル分1個無駄になるので、そこは本当に意識してやった方がいいかなっていうふうに思います。まあ、めちゃくちゃでかいタックを意図的に回避するとかではないんですけど、まあ、できる限りファントムは、やっぱりエーテルがついてない練習で踏みたいなっていうのはあります。本当にバカになんないんで、エーテル吸い出し練習。っていうのは、まあ、やっていて感じるところかなというところですね。はい、ということで、セクイチ4000点。なんで、マントルの、ソウルボーナスとかは強いんですけど、使いどころを間違えると、まあ、その、球速とコントロールとスタミナの変化ですね。ここの3箇所に、エーテルがつくことになるんで、ファントムの練習でつくエーテルが結構無駄になったりするんですね。そういうところは、意識はした方がいいかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、どういうことかというと、極力エーテルを吸い出してからファントムをその練習で当て込めるっていうのが大事かなっていうところですね。なので、まあ、今変化球でエーテル吸い出しできる形になりますけど、これにファントムがついてたりとかしたら、まあ、3人タックぐらいだったら正直球速練習のエーテルついてない練習で待ってもいいかなっていう意識ですね。まあ、その本当にちょっとのところなんですけど、まあ、最終経験点に全然こう影響を与えるところなので、ぜひ覚えてっていただけたらいいかなというところですね。そして、アイラちゃんの印象点が入ってきました。ありがとう。まあ、なんだかんだこの43がめちゃくちゃでかいですよね。で、今の43の敏捷点の話が出たんで、お話しさせても強いね。お話しさせていただくんですけど、敏捷点に関しては、ヤミノと、あとは、このデッキだと、アイラちゃんが、ああいう感じでイベントでそこそこ点数くれますと。その時にやりたいのが、ダンジョンの、ソウルボーナスを使っておくということですね。そうすると、敏捷点一気に稼ぐことができるので、結構いろんなものに敏捷点ポイント触れるし、あとは海岸でね、敏捷を使うような金属、例えば、まあ、ちっちゃいところで言えばエースの風格とか、まあ、そういうところなんですけど、その辺にポイントも回せたりしますし、あとは、例えば走者釘付けとかですよね。クイックのコツは結構取得することができるので、この経験点が入ってきてね。なので、まあ、そういう海岸が来た時にも一応対応できるというところで、まあ、大事かなというふうに思います。で、今、スタミナに経験点種別3種類で固定ができたんですけど、そういう形になった時に、このマントル辺境高校の、エーテル付けを使ったりすると非常に強力かなというふうに思ってます。まあ、もともと今はスタミナついてるんで、必要はないんですけど、ついてなかった場合は他の練習でね、ここをつけていくのはかなり大事かなっていうふうに思います。そんで吸い出していくっていうね。で、今僕が迷ってるのが変化球確かに強いんですけど、経験点種別が1種類だったじゃないですか。筋力が2人固定みたいな。そうなってくると正直無理して踏まなくてもいいなっていうところですね。プラス、明鏡高校に関してはそもそもそのもらえるボーナスが強くないので、まあ、必要ないものなのでね、招き猫と同じ効果なんでね、まあ、ほんのり招き猫かっていう効果なので、まあ、本当に持ち込み厳選で招き入れてない方は明鏡取りたいんですけど、そうじゃない場合はまあ、本当にああいう感じでスルーしたい高校の一つかなというふうには思います。まあ、そのあたりもうどれ優先してどれが、まあ、優先順位低いのかっていうのも、そのうち動画化できたらいいかなっていうふうに思います。なので、お伝えしたいことは、めちゃくちゃたくさんあるんですよ。こうして、ああして、みたいな強い。で、最終的に、今ちょっと経験点飛ばしたんですけど、まあ、こんな感じで、時短で動画の方はお届けさせていただいてるって話と、まあ、こういうファントムタックをどれくらい引き寄せられるか、そして、例えば今変化球踏んだじゃないですか。変化球踏んだら、次球速行って、しっかりと筋力稼いで、経験点のバランスを、こう、右行って左行ってっていう形で整えていくのも非常に大事ですね。というのも、まあ、海岸をできる限り後ろに引っ張りたいんですよ。早めに海岸してしまうと、それだけこう、後の方で余ったポイントをですね、うまく効率的に活用できなくなるので、まあ、そういったところは意識必要かなというふうに思っていたりはします。で、このスタミナ練習めちゃうまかったですね。で、今、胡蝶忍だけがいて、そんなに点数美味しくなかったんですよ。初心者方向けに言うと、人数がかかればかかるほど、その吸い出しの経験点が増える。特に、エビリ高校の専属キャラクター、あとはヤミノと、あとは、いや、どっちもヤミノか。ヤミノとルミナですね。が重なってくるとより強くなるんですけど、今みたいな練習、まあ、どこも踏むとこないなっていう時は、もう、そんなに
こだわんなくてもいいかなっていうのも思っていたりはします。そのあたりはもう本当にバランスっていう感じですね。なのでバランス力は相当試される攻防かなというふうには思います、ね、強いこの変化。あとはまあやっぱり体力の維持管理ですよね。まあこのファントムタックがいつこう極大のものが来るかわからないので、まあ、その時にしっかりと怪我率を、まあ、極力 10% 以下ぐらいでね踏めるような体力の維持をしておくっていうのも大事ですね。あとはまあ今相棒キャラクターの一方が体力回復をくれたりしたんですけど、まあ、そういう体力回復をしてくれるキャラクター、あとはイベントの数をある程度覚えておくっていうのも大事だと思います。そういうところを意識していくと、ああここで今体力回復望めるから練習踏もうとか、そういう判断もできるようになるので重要かなというところですね。あとは今セクニに入ってるんで、新しい高校がまあターゲットとして出てきていて、今パワーコ踏もうかなみたいな動きをしてるんですけど、パワフル高校のテーマは、テーマじゃないか、ソウルボーナスはめちゃめちゃ強いです。まあ、後々を使うと思うので、その時にね、皆さんに見ていただけると思うので、そこで、ご確認いただければいいかなという感じですね。でここも、かなり微妙だなーって感じですね。変化は多分いくと思いますけど、これは一歩の体力回復も見込めますしね。なので、こう、吸い出しに関しては、まあ、人数かかるのを、まあ、待ってはいるんですけど、そこまで、こう、急に待たなくてもいいよっていう話ですね。ギアチェンジうまい。コツ3確定だから強いよね。で、待った結果これ弱くなるっていうね。ただ、ここに関しては、変化ダブルタックになってるっていうところと、ただ、めちゃめちゃコントロール強いですね。3種類の経験点種別で瞬影固定できるんで、まあ、ここは行こうかなという感じです。あとは、まあ、まあ、結構こう、経験点の振りに関しては、長くなってるところはカットしてるんですけど、かなり大事です、振り方。というのも、まあ、先ほど話した、極力海岸を後に伸ばしたいっていうのと、結局最終的に青徳ほぼ全て取り切って、まあ、その、格闘集客に振っていくようなサクセスにならないと、まあ、P1000発以上って多分できないと思うので、まあ、そのあたりの、こう、最終的にね、格闘集客で綺麗にポイントがなくなるような印象、まあ、イメージを、こう、描けていかないと、こう、最終着地は、まあ、低いものになるのかなっていうところですね。そしてセクニは1万1000点ぐらいでした。そんなに伸びてないですね、セクニまでは。おー、強い。あ、ここで多分僕エーテル使いました。これめっちゃ覚えてますわ。これで経験点倍付けしたんですよね。で、まあ、こんな感じでポイントを使っていきます。うん。とりあえず鉄腕はね、絶対ね、取んないとね、被るんでね。で、この、ボーナスの使い時ですよね。まあ、どういうタイミングで何使うかっていうのは、まあ、その時のケースケースによるので、一概にこうだっていうのは言えません。ただ、今のマントル辺境方向はこういう感じで使っていただきたいですし、まあ、その、ファントムを呼びすぎないってことも非常に重要なので、で、なんでかっていうと、ファントム呼びすぎると、こう、ファントムタックするための人が、集まるっていう効果が分散するんで、まあ極力ファントムは一つか二つぐらいに抑えながら進みたいですね。ただ一つか二つで抑えると、それはそれで逆に良くない効果、良くない効果というか、その体力回復もこう込みでソウルボーナスってあるので、なんかその辺のバランスが非常に難しいですよね。確かこのサクセスだったと思うんですけど、一番最後、ソウルファントム5個ぐらい並べるんですけど、その時に、ああなんかこれちょっと並べすぎたかなとか、ただまあ最終的にね、こう、自分が欲しい経験点のところにファントムが来ないと、まあ、こう、無駄になってしまうっていうこともあるので、本当に難しい。まあそのあたりは頭使うと思います。でももう本当に、こう皆さんからね、結局タック来るかどうかのゲームしよって言われることももちろんあるし、それも、まあ、まあ、そうではないっていう否定はするつもりはないんですけど、結局そこに行き着くまでの過程を自分の中で理論立てて、こうだからこう、ここで、ソウルボーナスを使ってファントムを何体まで呼んでっていうのができてないと、その準備、運をつかむまでの準備もできてないというか、まあ、そこの準備さえできてれば、いつか、その、運が回ってきた時に、
しっかりとね、結果をつかむことができると思うので、まあ、そのあたりを学んでいただければいいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、僕が教えるっていうのがおこがましいのかな。そのあたりを、こう、皆さんにお伝えできたらいいかなっていうふうに思って、こういうことやってますっていう感じかな。おー。多分、コントロール、まあ、スタミナか。スタミナかなって感じですけど。スタミナ行きそう。あとは、今僕は急速変化のこのデッキを、まあ、好んで愛用してるんですけど、これかまあ、りんちゃんのデッキかな。まあ、好んで愛用してるんですけど、結構、スタミナ練習は、まあ、スタミナか。は70ぐらいで止めて、そこから結構こういう感じで振るので、まあ、直上げもしながらっていう感じで動いていたりしますね。スタミナ1、おー。ただ、経験点種別が2つっていうね。ただまあここに関しては一方のやる気回復もあったりするので多分踏むんじゃないかな。まあダンジョンはこのタイミングで取ったとしてもほぼもうイベント終わってると思うのであまり意味はないと思います。ただまあこれだったら取ってもいいかなっていう感じもありますね。で、まあセクサー以降に関しては結構また新しい高校、まあその経験点系が増えてくるかな。シラスとか、あとはブレインマッスルとか、まあ、その辺の経験点系を抑えたいなっていう風に思ってます。あとはま、途中から、アセテースとか、まあ、アセテースはもう出てたかな。アセテースとか、あとは、アンドロメダ学園ですね。ファントムを増やしてくれるような、ソウルボーナスを持ってる高校がターゲット出てくるんで、そのあたりも抑えていきたいかなっていう感じですね。今はすごい迷ってますけど、このターゲットどこにしようみたいなところですね。一つずつしかない高校が二つ出てきているので、まあ抑えなきゃいけないので、で、この優先順位も非常に大事だと思います。で、僕自身は、筋力の、こう、経験点種別が出てる高校が優先なんじゃないかなっていうふうに思います。技術変化精神はもういくらでも変化タックで、もういらないぐらい稼げるんで、まあそういうところかなって感じです。あとはルミナが一生伸び子作れないってやつですね。一生伸び子作れない。本当にくれてたらマジで P2 先発だったんですけどね。本当に守るとルミナめちゃくちゃ踏んだんですけど、全然来ないっていうね。まあ、また次回ですね。また次回ですね。あ、これメンタルうまいですね。いや、メンタルは、本当置いておくと、こういう何もなくてどうしようかなっていうターンに、ある程度経験点回収できたりするんで、すごくおすすめですね。やっぱり体力の管理。まあ、これはもうずーっと昔から言ってるんですけど、パワープロは体力管理ですよ、みたいなことでずーっと言ってるんですけど、もうその象徴みたいな変化練習ですね。そして、パーコーのテーマ使いました。もうむちゃくちゃ強いよね。これは、絶対取るべきものになって、たんじゃないかなって個人的には思ってますね。そして経験点一気にすっ飛ばしましたね。振って強っ。いや、パーコーのテーマは本当に変わりましたね。なんか本当に前回というか、まあエビル、通常エビルの時はその恩恵ってほぼというかもう感じないレベルだったんですけど、もうこの強化になってからは猛威がすごいっていう感じですね。本当に強い。僕は結構好んで取ってたりしますね。強っ。連打来ましたね、変化。ただ、変化に連打来ると、結局その時に筋力点どれくらい残ってるかっていうゲームにはなりますね。で、ここも極力、海岸をせずに、なんとか、こう、ポイントを振ることで対応してます。ここが重要ですね。もう同じこと何遍も言ってるんですけど、海岸に関しては、極力、後ろでできるように、まあ、維持していくのは大事かなっていうふうに思います。そして、ここからですね。まあ、筋力がこういう感じで足りなくなるんですよ。まあ、これとかも変化強くて、ってなるんですけど、まあ、ここはでも変化いったかな。さすがに。まあ、球速の方は、じゃあなんで今筋力足りなくて、まあ、筋力踏んでもいいんじゃないですかっていうところはあるんですけど、まあ、変化でもしっかりと筋力がね、3人固まってて闇のまでいるんで、しっかり稼げるっていうところと、あとはここ3人ダックルの変化。そもそもはこっちよねっていうところと、あとは、球速の方は、体力回復の、まあ、こう、なんだ、役割というか、まあ、つけてあるので、まあ、極力体力が減った時に踏みたいっていう頭もありますね。そして、ファントムでめちゃ強い。えぐいな、ほんと、ファントム練習。めちゃくちゃ楽しいよね。もう、本当に、楽しすぎて一生やってられるレベルですね。一生は言い過ぎが、一生は言い過ぎが、ただそれぐらい楽しいっていう話ですね。
また格と集客に振りそうかな。結構経験点を本当に振る、まあそのセンスも大事かな。なんか本当に最終どうなるか、まあ格と集客先振った方がいいのかな。ちょっとそのあたりは僕もまだ研究中というか考え中という感じなんですけど、結局青得がね最終的に取れなかったら意味ないんで、すごい難しいですよね。なんでタッグだけはねあんまり考えなくていいんですけど、そこ以外の経験点の振り方とか練習の踏み方は意外と頭使うかなっていう感じがしますね。そうよ、いいですね。このねなんか本当に999スレスレのところを行ったり来たりするのが、まあ、理想のサクセスなんだろうなというふうにはめっちゃ強い。アンドロメダが3人固定できますね。まあ、経験点種別は2つなので、まあ、そこまで強いって感じではないかもしれないですけど、こういうのはありがたいですね。結構経験点の振り方ゆっくりしているので、まあ、カットしてるところも多いんですけど、まあ、それくらい慎重に、まあ、この高校ではなった方がいいかなっていうふうに思います。まあ、それくらい経験点バンバンカンストするんで、それは重要かなというふうには感じますね。僕自身もどう振ろうかなみたいなところでね。まあ、本当にこういう感じで迷う場面がたくさんあるなって感じます。あとは何でしょうね。結構こう、やっぱり使い切らないっていうのも大事かなっていうふうに思います。まあ、使い切ってしまうと結局後で、あそこで使い切んなきゃよかったポイントって形になることがとても多いので、あと、これに関しては上で折り辺を選ぶのもありだと思います。僕は2回挑戦して2回とも失敗してもう折り辺選ばないって感じで、まあ、この回も選ばなかったんですけど、やっぱり最終的に4球種目をこの折り辺で取得してそこを伸ばしていくのがこう変化球ポイントの刷け口としてはね一番いい形になるかなっていうふうに思うので、まあ、そこも大事かなってところですね。そしてしっかりとたくさん終わりまして 24,976 点と 25,000 点級来ましたね。もうここで僕はもう絶対こいつでエース更新するしかないというふうに思いましたね。ただもう体力回復が一つもないっていう、ただ体力回復があるんですよね。ここにしっかりと取っていきましょう。しかもちょうど筋力も取れるんでありがたいなっていうところですね。なのでまあ結構バンバンこうソウルセメタリーのボーナスで使うんですけど、まあ、体力回復をどこでこう打ち込んでいくかっていうタイミングも重要かなっていうふうに思います。であとは今クロスファイヤーとか直撮りしてますけど、あまりそうな経験点はこんな感じで青骨を潰してって他の青骨をねもらってバランスを取るっていうことも重要かなっていうふうに思います。まあ、こう骨潰しに関してはいろんな動画出してて、安骨は拾っていいですよみたいな言い方をしてるんですけど、まあ、例えば、闘争学園の打撃固めにおける、まあ、技術の飽和を、こう、飽和じゃないか、技術が本当にもうどん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 増えてくるんで、まあ、そこをしっかりと、打球の身取ったりとか、守備職人取ったりとかでするのと同じように、まあ、この高校で言えば、やっぱり変化と球速、まあ、このデッキであればそういう形なんですけど、まあ、技術がとんがりやすいんで、まあ、そこをさばいていくっていう話ですね。で、まあ、こういう球速安定とかの筋力のコツをもらって、まあ、うまうまとしておきましょうって話です。ルミナー、コツくれー、くれねー。一生伸びコツくれ。ほんと気づいた時にはルミナーのコツ吹いて踏んでるんですけど、ほぼ毎回。全然くれないんですよね。割とくれやすい印象だったんですけど、他のサクセスで。ああ、なんかすごいくれるじゃん、みたいな。ただ、このサクセスはマジでコツくんなかったですね。まあ経験っていい感じですね。強い。そして何もないボーナス。アンドロメダは多分コントロール終わったらいけるのかな、変化終わったら。あとは春影がね一応スタミナカラスマ終われば、まあ、そこもいけるっていう話ですね。踏むところがない。あ、メンタルいいじゃないですか。これはもう一択でしょ。結局先ほど話した通りで捉える経験点種別が1だったらそんなに無理していく必要ないっていう話ですね。すごいね、残ってるコツももう本当にごくわずか。
3球種ほぼマックス。まあ、4球種目は1ですけど。で、今は対強打者取りましたね。まあ、球持ちとかジャイロボールの方がコツ欲しいなっていう話ですね。あと伸びですね、とにかく。伸びと対左が欲しくて、まあ、こういう待ち方をしてますね。つえー、これはえぐい。まあ、これは運ですね、完全に。これは、4人で経験対象より3個でって、これはま、完全に運ですね。うん、結局、その、タックも強いし、吸い出しも強くなるんで、まあ、何回かは引きたいなって感じですね、こういう固定の時に4人っていうのは。まあ、今回はこれだけだったから、ただ3人はちょろちょろっと入ってきては、売れていたんですけど、やっぱ4を固定できるのは全然違いますね。で、一応安全圏取りました。これで闇の入ってトリプルタックだからね、えぐすぎでしょ。まあもうここのセクサンまででも25,000点弱出てたんで、まあそれでもかなり順調かな、まあ立ち回りである程度カバーできていたかなと思ったんですけど、まあセク4のこの4人固定とか、今の3人タック来るとかはもう完全に運ですね。これはもう何でもないです。ファントムを別に呼んで引き寄せたわけでもないんで、左キラー確定と。で、バランス的に、やっぱり技術が圧倒的に、こう、過剰しがちなので、左キラーとかは、査定もある程度ありますし、ありがたいなっていう感じですね。あとは変化点、まだ全然足んなかったんで、まあ、それを使わないっていうのも、ありがたい要素の一つだったかなっていうふうに思います。だから、対左とさ、伸びめちゃ欲しかったんだよね、コツ。あとは経験点も振るとこないですね。まあ、精神ある程度踏んないと、もうカンストしそうなので、どうしようかなっていうところになってますね。多分、角振ったんじゃないかな。海岸ももちろん考えはしたんですけど、多分角振って終わったんじゃないかな。まあ、極力残り1回はね、一番最後ってもうなんか念仏のようにね、僕が頭の中で唱えながら立ち回ってる感じですね。すごい調整してるわ。すごい細かい調整してますね。で、今、高速スライダーを2にしたんですけど、正直、6になってる変化球を伸ばした方が、さては多分伸びたんだと思います。ポイント足んなかったのかな？下まで見てなかったのかな？そのあたりはちょっとわかんないですけど、今となっては。うま。6月3周。筋力にファントム入ってますが、ダブルタックなのでそんなに強くないですね。多分これメンタルいくんじゃないかな。ソウルファントムは一応2人追加できますね。あ、どうすんだろうな。使って踏むのかな、急速。まあ今、僕が後付けしてる限りでは、別に急速これ踏んでもまあいいと思います。まあエーテルを急速につけられるっていうのと、ファントム2体一応呼べるんで、まあそんなにこう、メンタルでひよんなくてもまあいいかなっていう感じですね。どうせこれで回復するしね。どうするんだろう。ちょっとまあ僕自身もどっち行くか、見物だなって感じです。うん、まあ個人的にはもうこれ急速で全然いい。けど、海岸しに行きましたね。あ、多分これ急速踏みに行きますね。技術300点使ったんで、まあ結局こういう海岸になるよな。で、この内無双出たんですけど、めっちゃくちゃ迷ったんですよね。正直。筋力も変化も使わない、超特殊能力だったので、いやー全然ありだな、これどうしようかな、みたいな。一生悩んでましたね、これ。あ、ここまでうまくいってたんで、まあ、そんなに冒険しなくてもっていう感じは結構ありましたね、個人的には。ただ、ここは、より上を目指していったところ、強心臓出ました。これはもう速攻で確定ですね。そうよーと思って、そうよーみたいな。妥協しなくてよかったーって感じでした。ただ、皆さんはうまくいってたら、一旦落ち着いた方がいいと思います。これはもう本当に、まあ、一回目だったし、ちょっとね、こう、より強い選手をみたいなところは、まあ、配信者的にはやっぱあるので、まあ、そういうところって話ですね。で、ここは急速行きました。そして、しっかりと、また急速でね、俺を取れるっていうのが大きいですね。ただ、そういう意味では、急速とか稼ぎすぎまでありましたね。稼ぎすぎまでありましたね。急速、すげえな、マジで。
いや、球速量ほんとエグいっすね。3人タックで250か。まあ、250がめちゃくちゃすごいかって言われたら、めっちゃすごいわけではないですけど、やっぱりそのスタミナ連では得れないポイントをが入ってきてるなっていう印象はありますね。スタミナはね、100までいったらもうそれ以上天井がね、まあいかないっていうのもあるんでね。あとはなんか最新のキャラたちが結構精神ボーナス持ちが多いんでね、なかなか筋力稼ぐのが大変かなという印象はあります。さすがに行きましたね。はい。で、今、アンドロメダのボーナス使ってファントム呼び込んだんで、ファントムめっちゃ並びます。ファントムめっちゃ並びます。こんな感じ。5なんですね、ファントム。これやった時に、まあ、薄々感じてはいたんですけど、やっぱりファントムを呼びすぎるのも良くないなっていうところで、ここ体力回復でもいいかなってところなんですけど、もうファントムの数減らしに行きましたね。で、あとは精神もらえたんで、コントロールに行ったって感じです。まあ、できればメンタルで潰したかったんですけど、メンタルのところはポイント1個も入んなかったんで、まあ、しょうがねえなって感じでした。うん、これ多分対左取ったと思いますね、この時点で。もう変化球ポイントがギリギリというか、もう使ったらバランス崩れるなって分かってたんで、まあ、もういいでしょって感じで、左は行ったと思います。行きましたね。まあ、対左のコツ欲しかったんですけどね。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。まあ、そういう意味ではまだやっぱりまだ全然伸ばせるな、全然は言い過ぎか、まあ伸ばせるなっていう感じはありましたからのこのタックね。で、角と集客メインに振ってこんな感じで、潰しに行きました。で、守るびっくりついてて、伸び骨は一番最後まで狙ってましたね。なんとか我慢して、やっぱりその筋力をこうある程度こう保管したいというか、まあやっぱりカバーしていくのは大事だと思ったんで、で、あとはここですね。ここでダブルタックで変化ある程度もらえるじゃないですか。ただここはやっぱファントムで一発ダーンっていうのを引くことができれば最大値だなっていうふうに思ったんで、ここに関してはスルーしているはずです。すごい残ってるわこれ。印象にもう最後まで死ぬほど悩んだんですよね、これどうしよっかなみたいな。うん、あとはまあ連続球種と変化球対抗心ぐらいかな。球持ちとあとは伸びか。っていうところの残りですね。迷っとるな。うん、行こうかどうか。本当に最後まで悩みましたね、この変化に関しては。ここまでうまくいってて、次の練習で何にも来なかったら、この球速、この筋力全部無駄になるぞ、みたいなところでね。で、チームメイトと多分遊ぶと思います。で、やる気回復して、タックの威力と、あとは、ま、試合もね、サクッとで勝ちやすくするために、まあ、やる気上げたかったなっていうとこでしたね。で、甲子園で遊ばないと、あとは、やる気が絶好調じゃないとね、技術と精神は10ポイントずつ入ってこないんですけど、まあ、もう言うて、最新の高校で20ポイントどうこうっていうのは、こだわんなくてもいいかなっていうのもありますね。からの強いファントムありがとうって感じでしたね。もう本当にこれは来た瞬間背筋ゾゾってなりましたね。来たーって感じでしたね。まあもちろんカンスト級が来ればよかったんですけど、まあそこまではね望めないかなっていう話でした。多分これでも十分すぎるけどね。4人タックファントム4個出てるんで、それでよく4人も集まったなって感じでした。強い。はい、ということで8月1週です。で、秀英高校はテーマ的にはもうバッて使ってしまって、体力回復にもう使っちゃっていいかなって感じでしたね。あとは肩の爆弾ついてますね、一応確認しましたけど今。で、肩の爆弾っていろんな方に聞いたところ、急速練習で爆発するらしいですね。なんでまあ今の変化球は正直踏んでもよかったかもしれないんですけど、まあその時、この当時の僕は、あれこれ、どうなってたかなっていうのと、まあ正直シングルタックだったら、まあ一回スルーでもいいかなと思って、ここに関しては踏まなかったという話ですね。玉持ちは取るね。あとは多分各集客1時ずつ振っていくんじゃないかな。ああですね。はい、ということで行きましょう。勝てました。まあ、試合の方はサクッとで、8月の最後の試合以外は全て通した感じです。
で、ここ変化とコントロール、ルミナーで、まあ一生悩んでたのと、あとは、このコントロール変化両方ともね、あれ、肩の爆弾、もしかして爆発するのかなみたいなところを一生悩んでたんですよね。どうなんだろうみたいな。ただ、ルミナはやっぱ伸び子作れるんで、まあ、ここはチャレンジしに行きましたね。そしてくれないっていうね。そしてくれないっていうね。くれよーって思いましたね。本当にくれよーと思って。残念でしたって感じでした。うん。まあ、ポイント的にはまた同じ動きですね。角と集客1ずつ振って、確定していくと。はい、が出ました。そして、最終戦ですね。まあ、考えなきゃいけないのが、最後、あれが入ってくるっていう、新怪物球威入ってくるんで、筋力はある程度残しておきたいっていう話ですね。で、なので、まあ、本来は、球速を踏みたかったんですけど、この場面、僕は。まあ、それで、こう、最大値を狙っていきたかったんですけど、まあ、50点ぐらいだったっていうのと、シングルタックなんでね。あとは、ま、爆弾ここで爆発したらマジで、泣くに泣けなかったんで、まあ、便所点取って、クイックとかの方のポイントに備えようかなって感じと、ここはもうしっかりピンチャンしました、さすがに。ここで負けたらマジで、もうすべてが無に帰るんで。まあ、でもよくここまでサクッとしたかなって自分の中では、ま、思えましたね、正直。はい、ということで先発設定です。で、しっかりとエピローグで104ゴールもらいつつ、便所点もらいつつと。で、ルミナのエピローグももらって、最終経験点37,221点ですね。結構出ましたね。で、最終的にポイントの振りこんな感じになりまして、もう本当に綺麗に使い切れたかなっていう感じです。野手特のに、まあ、一つも振らずに、まあ、ミートと弾道はちょっと振りましたけど、それで過ごせたので、まあ、かなり綺麗にいったかなっていうところですね。はい、ということで P1 先発、あと1メモリで P2 まで行けました。いやー、かなり会心のサクセスだったかなっていうふうに思います。まあ、惜しむらくはやっぱり伸び骨1個だけ入ってくれたら良かったかなって感じですけど、まあ、十分でしょっていう感じでしたね。まあ、本当に自分の中では、まあ、やれることを出し切ったし、皆さんにもね、お伝えしたいことは、まあ、かなりお伝えできたかなっていうふうに思います。はい。ということでね。まあ、こんな感じで、まあ、本当に考えることはたくさんあるとは思います。ただ、ギミック自体はものすごいシンプルなので、一回頭に入れて、サクセスを、まあ、1、2回ぐらいやれば慣れて、こう、頭には定着するものだと思うので、もしね、よくわからなかったって方は、繰り返しね、動画の方を見ていただいたりとか、まあ、サクセスに関してはいろんなデッキを通じながら、まあ、立ち回りは同じ形でやっているので、いろんな動画を見て勉強していただいて、まあ、もしくは参考にしていただいて、まあ、僕より上手い方もたくさんいるんでね、僕が教えるってよりは、まあ、参考ぐらいにしていただいて、こう皆さんのサクセスに活かしていただければいいかなっていうふうに思います。あとは、サクセスの実践だけではなくて、まあ、目で見てね、もうわかるような、まあ、理論も、まあ、ゆっくりですが、サクセス落ち着いたんで作っていけたらいいかなっていうふうに思ってます。あとはね、まあ、いろんなデッキタイプ、まあ、その上限解放を比較したりとか、あとは、ま、最新のキャラクター使わなかったりとか、まあ、そんなのも上げていきたいと思うので、ぜひぜひ、皆さんのね、サクセスの一助に役立てていただければいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。